ビュートハウスは、スコットランドの首都エディンバラのシャーロットスクウェアにある、スコットランド首相官邸である。スクウェア北側の中心的な邸宅で、設計はロバート・アダムである。4階建ての建物には、閣議室、事務所、会議室、応接室、ドローイングルーム、ダイニングルームがあり、そこで首相が執務をし、閣僚たちや来訪者、来賓を受け入れ楽しませる。 スコットランド議会があるホーリールードとスコットランド政府が本部を置くセントアンドリュースハウスの2拠点と同様に首相が使用する小さなオフィスも設けられている。2階と3階には首相の住居がある。ビュートハウスは1966年に第6代ビュート公爵ジョン・クライトン・スチュアートによりナショナルトラストスコットランドに譲渡された。その後、 1970年から1999年までスコットランド大臣の皇帝として使われ、1999年からは首相官邸として使われている。官邸としての役割を果たすだけでなく、メディアに対する会見や、ブリーフィング閣議の開催や閣僚への任命など、ビュートハウスは首相により頻繁に利用されている。 ロバート・アダム1770年頃、エディンバラ新市街のシャーロット・スクウェア一帯は、ロバート・アダムにより設計された。市長と議会は1791年、アダムに、エディンバラの最初の新市街地の素晴らしい象徴としての、スクウェアの図面を描くように依頼した。しかしアダムは、翌1792年に死去したため、完成した、設計図の試向は、他の人が言った。 スクウェアの北側が最初建設され、それはアダムの意向に沿ったものだった。現在ビュートハウスが建っている敷地は、1792年勾配により、聖火職人であり、エディンバラの議会の主要メンバーで、ディーコンコンベナーだったオーランドハートに290ポンドで売却されたものである。1806年、順段尺ジョン・シンクレアは、 シャーロットスクウェア6番に新しく完成した邸宅を2950ポンドで購入した。シンクレアはホイック島の政治家で金融と農業に関する著述家だった。彼はまたスコットランド統計研究所班の編集も担当した。1816年、シンクレアは邸宅をウィリアム・ガブリエル・デビー中佐に売却した。 ウィリアム・ガブリエル・デイビー1820年頃1818 18年5月、邸宅はデイビーからバス B のヘンリー・リッチーに売却された。リッチーはグラスゴーの実業家でシスル銀行の共同経営者であり、ラナークシャー、エアシャーの地主だった。リッチーは1825年5月にその邸宅をホテルオーナーでワイン醸造業者のチャールズ・オーマンに売却した。オーマンは ケースネス出身で数十年にわたってエディンバラの複数のホテルやコーヒーハウスを所有していてその邸宅を購入するまでその中にはワーテルローのワーテルローホテルも含まれていたオーマンは新しいタウンハウスをオーマンホテルに改装したホテルの名が刻まれた装飾品が今日もなおビュートハウスの正面玄関の上の外壁に残されている 1826年8月オーマンは死去し、ホテルの運営は未亡人のグレースオーマン夫人が引き継いだ。1832年、フランス国王シャルル10世が2度目のエディンバラへの亡命の際、一時期オーマンホテルに滞在した。1845年にグレースが死去し、ホテルは相続人であるかものアレクサンダー・キャンベルに承継された。彼は1867年、 様々な改築や増築をデビットリンドに依頼し、1887年に死ぬまで家族と共にそこに住んでいた。邸宅の次の所有者は順段不借、ミッチェル・ミッチェル・トムソンで、彼はその後30年間居宅とした。家業である木材業の共同経営者でスコットランド銀行の役員でもあり、また1897年から1900年まで、 エディンバラ市長を務めた。1889年、ミッチェル・トマソンは、邸宅に、さらなる改装を行うため、トマス・リード・ベターを雇用した。第4代ビュート公爵ジョン・クライトン・ステュアート1915年頃、第4代ビュート公爵ジョン・クライトン・ステュアートは、スコットランドの景観を快適なものとすることに強い、熱意を持っており、1900年代をめから、 シャーロットスクウェア北側の主要な邸宅を買収し始めた。それは19世紀に行われた明かり窓の追加や2階の窓のサイズ比率の変更などで損なわれていたアダム元来の設計を復元することを意図して進められた。ビュート校は最初1903年にシャーロットスクウェア5番の邸宅を購入し豪華なアダム復興様式で内装を完全に修復した。 それにより邸宅はアンティーク建て具を備えた主室を持つビュート家のエディンバラでのタウンハウスとして機能するものとなった。彼は1922年に6番、そして1927年に7番の邸宅を取得した。ビュート港のシャーロットスクウェアに対する情熱はエディンバラ市当局により1930年のエディンバラ都市計画基本レスキームオーダーにつながる1925年。 スコットランド都市計画法アクト1925の中で言及された。ビュート家は、その後スクウェア5番の邸宅を、そのちょうど品等の多くの内容ものも含めて、隣の6番の敷地に移した。1966年5月、イギリス財務省は1956年に死去した第5大公爵の財産にかかる相続税の支払いの一部の代わりとして、シャーロットスクウェア5番、 6番及び7番の財産を受け入れることを承諾した。3つの邸宅は歴史的建造物や重要な自然の継承地を保存するために設立された事前団体であるナショナルトラストスコットランドの所有となり、同社は6番の邸宅をスコットランド大臣がエディンバラでの住居とすることができ、重要な来品を受け入れて楽しませることができる工程としてそれを管理する 新しい新宅に対応することを提案した。ビュートハウストラストは、この提案を実現するために、1966年に設立された。トラストは改築と修繕、家具の購入等のために4万ポンドを調達した。内装のデザインと配色は、ビクトリア・ウィームスとコリン・マック・ウィリアムが担当した。資金は逼迫していたため、ビュートハウスの内装の改修にはローンが利用された。 1970年以降、ビュートハウスは、以前の所有者が、その隣接する2つの邸宅と共に、ナショナルトラストスコットランドに譲渡した後、改装され、ウェストミンスターで、スコットランドに関する事項を所管するイギリス政府の大臣であるスコットランド大臣のエディンバラにおける邸宅となり、大臣は1999年のスコットランド議会への権限以上まで居住者であった。 1999年に実施されたスコットランドへの権限以上に伴い、ビュートハウスはスコットランド首相の官邸となり、また毎週スコットランド政府の閣議が開催されることとなった。これは以前はスコットランド大臣が所管していた事項である。首相が各閣僚を出迎え、レセプションが開催され記者会見が行われる。建物内にはオフィスと同じようなプライベートスペースがあり、 キッチンや宿泊施設も備えている。そして、そこでは、イギリス首相がダウニング街10番地で行うのと、同様、スコットランド首相による記者会見や閣僚の任命、悲鳴が行われる。正面玄関ビュートハウスは中央に正面ドアがある点において、エディンバラ新市街では珍しい。新市街のほとんどの邸宅の玄関ドアは階段と同じ側にある。 しかしビュートハウスの中央ドアはロバート・アダムの邸宅の正面にとって必要な機能であった。広くて4枚、パネル式のドアは磨かれた黒色のオーク製で、ドア中央部、パネル上部には真鍮製のローマ数字6が描かれている。数字の下、パネル下部には左側に真鍮製の郵便受け、右側に同じく真鍮製のドアノッカーがついている。 ドアは小さな窓に囲まれ、線形の明かり窓で飾られている。黒い鉄製のフェンスが、邸宅の玄関ドアに続く6段の階段の両脇に設置されていて、1番目の脇でガス塔を支えている。両方のガス塔の下には、ビュートハウスシャーロットスクエア6番、スコットランド首相官邸と刻まれた、新中製の銘板が掲げられている。 ビュートハウスの玄関ロビーや玄関ドアの元々の設計は不明である。現在の玄関とその装飾は1923年に第四代ビュート公爵のために建築家アーサン・フォーマン・バル・フォアポールにより設計されたものである。この部分の改装の徹底ぶりはビュート公が象形した玄関はあまりにもビクトリア・朝風に合わせられていたことを示唆している。 玄関は直接吹き抜けにつながっていないので、バルフォアポールは正面ドアに面した白い大理石の歓迎用のマントルピースを設置することで玄関が暗く見えないようにすることにした。玄関ホールは T 字型で暖炉の左右からアーケードが通っている。玄関ホールはアダム復興様式による高度な装飾的左官、仕事である円花飾りの天井や ジョージアン様式による八角形や四角形の磨かれたケースネッサンの岩を使った床を備えている。外の明るい太陽光と玄関ホールの暗さを調和させるために、暖炉の上にはリージェンシー様式による突面鏡が設置されている。東の壁にはスコットランドの芸術家ジェームズ・マッキントッシュ・パトリックによる絵画が描かれている。中東の上部エンタブラチアの構造。 上から、コーニス、フリーズ、アーキトレーブ。成形されたコーニスとフリーズの上に浮かぶ円形のキューポラで照らされた階段は、屋根裏部屋に続いているため、エディンバラ新市街の邸宅の中では特別暗い。通常であれば、カンチレバー式の石段が2階、あるいは寝室フロアにつながるのだが、ここでは、屋根裏部屋に続く木製の階段が、食器棚のような配置で備えられている。 最上階の階段はおそらく、ホース湾を一望できる素晴らしい北側の景観を活用するために、ビュートハウスの最上階にビリヤード室を作ることを望んだ、ミッチェル・ミッチェル・トムソンの要請で、1889年にトマス・リード・ベターにより追加された。1階の暗さを和らげるために、壁は2001年に従来通りとても明るい、黄色がかった灰色で塗り直された。 バラスターは18世紀後半の作法通り白色で塗装され直した。過去のすべてのスコットランド首相の写真が1階の吹き抜けの壁に飾られている。階段の下にある大きな振り子時計は1970年にダンディのジェームズ・アイボリーによりビュートハウスに寄贈されたものである。スコットランド首相アレックス・サモンドと閣僚。2011年ドローイングルームドローイングルームには オリジナルの左官仕事による精巧な天井の装飾があり、フリーズにも同じフェストゥーンが施されている。1923年、第四代ビュート公爵とバルフォアポールは、同じアダム様式の新しいドア枠と、フリーズに対応したヴィーナスとキューピッドとカビンが描かれた名板を中央にあしらったマントルピースを導入することで、この天井をさらに際立たせた。 新しい一枚式のドアは19世紀の二枚、式ドアにとって変わり、ビュートハウスの前方のこの大きなドローイングルームに取り付けられ、現在は閣議室となっている後方のドローイングルームに続いている。現在のドローイングルームに緑色の配色が採用されたのは、ダマスク式のカーテンが付けられた1985年からである。フランス製のシャンデリアは、 というと家の素晴らしい財産の中でも3本の指に入るもので、相続税の支払いに変えて財務省が受け入れを承諾し、その後邸宅とともにナショナルトラストスコットランドの管理下に移管された。北側の壁にある全身の肖像画はアランダム贅作の第三代ビューと伯爵ジョン・スチュアートのもので、彼はイギリス首相になった初めてのスコットランド人であった。 この肖像画は長い間ラムゼイスタジオによる副写であると考えられていたが現在では1758年に後のジョージ3世となるプリンス・オブ・ウェールズが1758年に委託したオリジナルであることが認められているこの部屋にある他の絵画はスコットランド国立美術館から貸し出されている現代のシルバー作品のミレニアムコレクションは 銀細工職人の組合から委託されたものであり、現在はスコットランドゴールドスミストラストにより所有されている。このコレクションは1999年のスコットランド議会の復活を記念して作られたもので、スコットランドの銀細工職人の高品質な技能を献殿するためにスコットランド首相に永久に対応されている。美しい金色のロココ調によるカクテルグラスは ロンドンの高級家具師、ジョン・マッキーの作品である。18世紀の鏡はもともと、バンフシャーにあるダフハウスのドローイングルームのために作られた。東の壁にあるマホガニー材の大きな書棚には、ビュートハウスのガラスコレクションが陳列されている。これは、ハロルド・ゴードンにより、スコットランドの鳥や野生の花の彫刻が施されたものである。 閣議室2007年1970年にビュートハウスがスコットランド大臣皇帝となった時、この部屋は図書館下大臣の指摘調査用の部屋とされていた。1999年にスコットランド政府が発足し、閣議室となった。この部屋の元々の外観は茶褐色のマントルピースをはじめとした趣のある配色で、すべての歴代スコットランド大臣の肖像が付きの ハリー・モア・ゴードンの対談集に掲載されている。この部屋にはオリジナルのコーニスは残っているが、マントルピースと南側の壁の形状は前方のドローイングルームに続く19世紀の2枚、敷ドアにとって変わられたもので、1923年に第4代ビュート公爵とバルフォアポールが導入したものである。コリン・マック・ウィリアムがこの部屋のために、 ジェームズ・タッシー作によるロバート・アダムのメダリオンのコピーを組み込んだ机と書棚を制作した。現代的に再現されたジョージアン様式のラダーバックチェアがビュートハウスの既存のダイニングチェアを保管している。シャンデリアはもともとビュートハウスの1階のダイニングルームにあったもので、現在はナショナルトラストスコットランドの所有である。ありがとうございます。